こんにちは、にゃんたです。五円玉をきれいにするお賽銭として神社に参拝するときにピカピカの方がいいかな。これから受験もあるしと思って、五円玉をピカピカにする簡単な方法、クエン酸。これはクエン酸を、クエン酸の顆粒をあったかいお湯で溶かした中に五円玉を30分から40分つけておいたもの、これがベンジンにつけておいたもの、これはクレンジングオイル、メイク落としにつけて洗ったもの、こっちがネイルリムーバー、アセトンと酢酸ブチルの入ったネイル落としにつけておいたもの。これ一部はキラキラなんだけど、まだね、全然汚れが取れてないものもあって、で、これがなんと重曹、炭酸、過炭酸ナトリウムだな。